北伊豆地震は1930年11月26日、早朝に発生した直下型の地震。地元では伊豆大震災とも呼ばれる。震源地は静岡県伊豆半島北部、神奈美町丹那盆地付近。地震の規模は MJ7.3。北伊豆地震地震断層系の丹那断層などの活動により生じた。震源に近い静岡県三島市で、 震度6の劣震を観測したほか、有感地域は広く、北は福島県、新潟県、西は大分県まで揺れを感じた。地震発生が早朝だったため、火災は少なかったが、死者、行方不明者272名など、大きな被害を出した。震源付近は、震度6から7相当、東京都心など、関東各地も震度4の号を観測した。 伊豆半島のちょうど付け根にあたる静岡県東部から神奈川県にかけての限られた地域に集中した。伊豆半島北部の山間部では山崩れや崖崩れが多発。中狩野村の佐野と梶山の集落では奥の山が大規模な崩壊を起こし農家3校、埋没15名が死亡。崩壊土砂は40万立方メートルと推定され、一時的に仮の川をせき止め。 600メートルほど上流にある宮田橋付近まで及ぶ関留湖ができた。中央三村城では山上の畑1ヘクタールほどが陥没した。修善寺町では除水場の築堤が決壊。神戸川に約2万トンの濁流が流れ出し10件が流出、水車22名を出した。人的被害が目立ったのは仮野川に沿った地域で東海家屋が多く、 人口7400人余りのニラ山村では、家屋の全壊率が40%に達し、気象庁の統計によると全壊463個、半壊420個、死者76名、負傷者152名を記録した。総被害は死者、行方不明者272名、負傷者572名、全壊2165個、半壊5516個、 消失七十五個であった。死亡者の多くは圧死とされている。非常に顕著だったのは全身であった。二つの活動期を持った伊藤群発地震の第一期は九百三十年二月十三日から四月十日頃まで東伊豆、伊藤沖で群発し、一時的に沈静化したが五月八日から再び活発化し、伊藤を中心とした地域で1368回もの、 有感地震が起き8月には、群発地震は収束した。第2期は11月7日から始まり、三島で、無感地震を2回観測したのを皮切りに、新たな群発地震が、伊豆半島の西側で発生した、前震は数を増し、本震前日の25日までに2200回を超える、地震を記録した。そして25日16時5分に、M5.1 の前震があり、 26日未明に、本震が発生した。前兆は、全震だけではなく、各地で、発光現象や地鳴りといった広士間異常現象があったとの記録が残されている。本震前日の25日午後5時ごろから、本震発生後の26日午前5時ごろまでに、静岡県南部を中心に現れたのは、発光現象で、調査によれば、光の形は、オーロラ状、色は、 青という報告が多かったという。また遠く離れた北、関東や近畿地方では、地鳴りのような音が聞こえたという証言もあった。断層が通る丹那盆地断層は、写真の右奥から左下へ伸びる北伊豆地震によって、ずれた円弧状の石組この地震の後、修善寺の東側の山間部から北側へ伸びる多くの断層が見つかった。主なものは丹那断層。 浮橋中央断層、浮橋西方断層、箱根町断層、主前寺断層、田原屋断層、姫野湯断層、家電断層、大野断層である。中でも最も大きい丹那断層は、長さ約3 5キロメートル。上下に2 4メートルずれ、北へ2 7メートル移動した。丹那断層は、国の天然記念物に指定され、現在も2カ所で保存されており、 観察することができる。この断層運動が注目されたのは、東海道本線の新線用に建設中の丹那トンネルを直撃したからである。丹那トンネル、神波口では、トンネル先端がまさに丹那断層付近に到達したところで、大量の出水に工事は困難を極めていた。大量の出水に対処するため、本港とは別に排水用の坑道が掘られていたが、これが、 単な断層によって切断された。西側から掘られた坑道の先端部が機体2.1メートル移動したのである。これにより崩壊事故が発生し、工事関係者3名が死亡した。トンネルは当初直線で設計されていたが、この近く変動で直線ではつながらないことになり、トンネルの中央部で S 字にカーブするように設計し直された。ありがとうございます。